はい、内定は数社持っていて、就職活動がすごく楽しかったっていうのがあって、面接官の方どんな感じだったかっていうので、自分の振り返りもそうなんですけど、おはようございます。横浜国立大学経営学部3年のあかりです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今の就活状況教えてもらってもいいですか？今の就活状況は本選考が1社残っていて、それをちょっと頑張って年内に終わらせようというところになっております。内定とか持ってます？もう、はい、内定は数社持っていて、あとはそこからどう選ぶかとかだったりっていうところになってます。あ、ええな。今日はそんな優秀なあかりさんの1日密着させていただきます。お願いします。お願いします。あかりさん、今日の予定はどんな感じですか？今日はこれから授業を一つ受けて、お昼休憩した後に授業とゼミナールを受けます。ありがとうございます。はい、就活はどんな感じでやるんですか？は、授業が終わった後にちょっとその本選考の面接の対策をしたいかなというふうに思ってます。はい、大学到着しました。さあ、授業行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。授業行ってきます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お腹が空いたのでお昼を買ってきます。はい、行、はい、ってらっしゃいませ。行ってきます。そしたらお昼ご飯ですね。お昼ご飯いただきます。昼ご飯何食べるんですか？は、野菜が好きなのでサラダと、あと名前に惹かれてチリポークおにぎりを生協で買ってきました。シンプルでいいですね。はい、いただきます。あかりさん、もうすでに内定持ってたりとかすると思うんですけど、いつから就活始めたんですか？初めてワンデーのインターンに参加したのが2年生の夏だったんですけど。2年生の夏？はい、でも本格的に就職活動をやろうと思ったのが、まあ、3年生始まるか始まらないかぐらいの3月でした。じゃあ2年生の3月ぐらいから就活始めたって、はい、そうですね。けどめちゃくちゃ早いですね。確かに周りはほとんど誰もやってなかった。周りやってないのに早めに始めたんですか？はい、そうですね。なんでそんな早かった？私の性格的に結構終わるのがたとえ遅くなったとしてもコツコツ積み重ねてやることが好きなので、とにかく早く始めて悪いことはないかなと思って始めました。いや、すごいな。業界とかはどういうもの見てるんですか？今はコンサルティング業界にもう絞っているんですけど、はい、始めた時は本当に何も考えていなかったので、本当にメーカーとか王道なところを受けていました。夏のインターンとか行きました？はい、今年の夏はもうめちゃくちゃ行きました。どんぐらい行きました？この濃い紫が就活なんですね。はい、めっちゃ就活してそうなんですよ。やば。8月がほとんどこれで、はい、毎週1個何かしら複数日のインターンが入ってるみたいなのを夏休みはやってました。はい、なんかやっぱ大学生になると遊びたかったり、楽しいことしまくりたいみたいな感じの人が多いと思うんですけど、あかりさんはあんまりそういう感じじゃなかったんですか？私はまず就活してる中でもちゃんと旅行とかも行けてたので、そこはいいなって思ったんですけど、大前提で就職活動がすごく楽しかったっていうのがあって、はい、単純にいろんな人に出会えていろんな人生聞けるの面白いなと思って、それが楽しくってめちゃくちゃいろんなのに参加してました。はい、先輩とかに頼ったりとかはあんまりしなくて、自分でどんどん進めていったんですか？あんまりその縦のコミュニティが強いタイプではなかったので、皆さん使ってるアプリとか就活用のアプリとかインターネットの記事とかで情報を集めて、スマホが先輩みたいな感じで一人で戦ってたかなっていうふうに思います。ちっちゃい頃からそういうちゃんとこまめに進めてコツコツ頑張るみたいな感じだったんですか？私、自己分析してて気づいたのが、小学生ぐらいの時から、けど親は結構先取り学習みたいなことをさせててくれていて、小学1年生の時に小学3、4年生の内容をやるみたいなことをやっていて、それが染みついてるのか、今この現時点でやってることよりも先のことをやらないと気が済まないようなタイプになってしまっていて、それが後々の人生の就活に関わらずいろんなことで反映されてるなっていうふうに思います。あ、自己分析どんな感じでやったんですか？今の、はい、みたいなのはどうやって出てきたんですか？自己分析は日記とか昔の写真とかを見て、どういう出来事があったかなみたいなのをいろいろ振り返っていて、楽しみながらも、はい、ノートに言語化するみたいな感じでどんどん振り返ってたんですか？なんか小学生時代から中学校時代までやってて、ここに書いてある質問はネットで拾ったなんか100の質問みたいなのがあったんで面白いなと思って書いて、何があったかとか、その時どう思ってたかとか、今の自分が何を思うかみたいなことを書いて、どういうことが好きかとか、どういうことが嫌いかみたいなことを分析してました。自己分析で意識したことを教えてもらっていいですか？意識したことは母親にいろいろ話を聞いて、あ、やっぱ自分の身近な人に、はい、ですね、とか友人にも聞いたりしましたかね。ちょっとエントリーシート書くときとかに。就活でめっちゃうまくいってるのってガクチカが強いからとかあったりするんですか？ガクチカは本当に強くなくって、1
回どっかの会社でもっと資産の高い学知科の方がいいですよって言われたことあります。そんなこと言われるんです。具体的言える範囲でいいんですけど、具体的にどんなこと言ってたんですか？アルバイトのことで、私がすごく働き方とか人材とかに興味があったので、シフトの管理の方法とかを変えてそれがうまくいきましたっていう本当にちっちゃなことをずっとエントリーシートに書き続けていました、なんか起業とか長期インターンみたいないかついやつじゃないけど、けどそれでもこんな感じで就活うまくいけてるのって何が要因なんですか？フィードバックで一回言われたのがすごく個性的だっていう風に言われました。結構皆さんガクチカといえばっていうので思い浮かぶ事例とかいっぱいあると思うんですけど、そうじゃなくって成果はちっちゃくてでも自分が興味を持ってやったことだったりとか、この人だからやったんだみたいな風に思われるようなガクチカだったのかなっていう風に思います。じゃあ大きく見せようとせず自分の個性が反映されているものをちゃんと表現するっていうのが一つ評価されたポイントなんですか？おっしゃる通りだと思います。でこんな感じで聞いてると結構順風満帆な就活ライフを送ってるかなと思ったんですけど、なんか就活で苦しかった経験とか挫折とかってあります？あります。9月の段階で結構その時、ほぼ第一志望と言っても過言ではない企業の最終面接があって、それに落選してしまったのが本当に物心ついてから初めてってレベルで悔しくて泣きました。なんかそんぐらい落ち込むと乗り越えるのちょっと難しい気がするんですけど、どうやって乗り越えたんですか？第一志望落ちというか。そうですね、私そもそも結構引きずるタイプなんですけど、ただここで落とされたってことは何か意味があるんだろうなっていう風に踏ん切りをつけて、じゃあもう次の選考頑張ろうっていう風に思いました。お疲れ様です。お疲れ様です。授業終わりました。授業疲れました？はい、すごく疲れました。授業というかゼミナールを受けてたんですけど、はい、今日はちょっと大変でしたね、難しかったです。で、こっから就活するんですよね？はい、します。じゃあカフェに行きましょう。大変や、ありがとうございます。はい、あかりさん今何してるんですか？今は面接の対策をここに打ち込んでいます。あれですよね、もうすぐ第一志望の最終でしたっけ？はい、そうですね、あとちょっとなので詰め込まないとと思ってやってるところです。選考対策とかって何してるんですか？面接対策とか。基本的にその皆さんも使ってるようなアプリでどういう質問が聞かれるかとかを調べ上げて、そこに対して自分の考えとか意見とかを一通り書き出して、ここは違うなとか思ったり含めたりしています。スケジュール管理とかってどうやってやってたんですか？スケジュール管理は私はカレンダーもそうなんですけど、ノーションっていうアプリを使って管理してました。ちょっと見せてもらっていいですか？これめっちゃ綺麗。はい、企業名が左側に書いてあって、例えば ES 書いてる時だったら ES っていうタグと、はい、あと締め切り書いて一番上に来るようにして、どういう業界かっていうのと志望度とか、あとどういうことを思ったかっていうのを軽く書いてました。中身こんな感じになって、開くと ES 何書いたかとか、グループディスカッションどういう話だったかとか、面接官の方どんな感じだったかっていうので、自分の振り返りもそうなんですけど、その会社がどういう会社だったかっていうことをメモしてます。じゃあもうノーションにその選考のスケジュールとかもそうだし、中身の対策とか実際にどんなことが聞かれたかとかも全部一元化してるんですね。そうですね。今メインで受けてるのがコンサルだと思うんですけど、なんでコンサル受けてるかとか聞いてもいいですか？私は自分のやりたいことができるのがコンサルタント業界だというふうに思っていて、自分のそのなりたい像に近づくためにはメーカーとか事業会社じゃなくって、かつ戦略コンサルでもなくって、顧客に寄り添って課題を解決できるような総合コンサルティング業界だと思って、そこに今一点集中で頑張っているところです。やりたいことってどんなことなんですか？私は組織人事領域にすごく興味があって、その人が今当たり前だと思って働いている環境をもっといい風にして、かつ本当にその人に合った働き方みたいなのの制度が今整ってきてるけど、まだやっぱりそれが大半とはなってないので、そういったところの組織人事領域だったりとか、あとはそういう考え方とか文化がそれこそ当たり前になるような人材育成、この2つがすごく興味があって、そこのコンサルタントだったりそれに関わる仕事をしたいと思ってます。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。この後はどうされますか？この後は母と夕食の予定があるので、ここで失礼させていただきます。ありがとうございます、はい、したら就活頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんの ES を無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしい ES を送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。